部を置く指定暴力団。2012年より改正防隊法に基づく特定構想指定暴力団。2020年末時点の勢力は約760名。福岡県の他にも佐賀県や熊本県などに系列組織を置いている。顕著なる反権力性、反警察的色彩並びに極度の抗戦的傾向から知られる暴力団組織で、 その結成からというもの数多の構想事件をもって、その名を知らしめてきた。10倍近い勢力を有する山口組を相手に一歩も、引かない姿勢を示した1980年代の、いわゆる、三道構想における激烈な戦闘行動や、関東地方の大組織、住吉連合会側の波紋者である、池田列を、同人会側が拾ったことに橋を発する。 突発的な構想に際し、破壊的な総力戦を観行しようとしたことなどから、暴力段階にあって際立った威風を伴う、恐ろしい組織であるとの評判が定着。長年にわたって、日本屈指の強力な犯罪組織としてあり続けており、その性質面について、安田正樹は、信じがたい蛮有を有する組織であると、ジェイク・エーデル・スタインは、とりわけ粘毛の組織であると述べている。 2000年代中盤頃からは人事をめぐって分裂した九州誠同会を相手とした暴力男子に類を見ないほどの極めて破壊的な重火器類を多用した激しい抗争の当事者となり全国的な関心を弱気する事態ともなった抗争集結宣言に至る2013年までにマシンガニや手榴弾を用いた47件の抗争事件で14名の 死者を発生させるに至った。こうした事態を受けて、福岡県警は、同人会が資金獲得活動を活発化させているとみて、2018年10月、約200人体制の、筑後地区暴力団集中取締本部を設置。2019年3月には、組員らに対する職務質問に取り組む、特別遊撃班を発足させ、 組織の実態解明を進めており、上層部を一斉に摘発する、頂上場作戦も視野に入れた集中的な取り締まりが行われている。2020年代に入り、県警暴力団犯罪捜査課は、同人会捜査の一環として、地元建設業者を一斉に逮捕し、徹底した資金源の解明が行われている。1971年に、 子会一家を含む4団体が合体し、同人会を結成。この統合を主導したのが、初代会長の子賀卒議であった。やがて初代の幹事長であった、松尾誠二郎が1992年に2代目を襲名。同年に、暴力団対策法に基づく指定暴力団への登録を受ける。2006年における、松尾の引退に伴い、 三加松尾組の首領であった大中義久を会長とする三代目体制が発足するも同時期に離反した九州誠同会の手により翌2千七年に大中が射殺されたことから早くも終焉当時服役中であった小林哲二が四代目を継承した同人会が当事者となってきた数々の構想事件のうち二十世紀における主要なものとしては 1978年における、大牟田市内の名門暴力団組織、馬場一家との構想。1980年における、伊豆組内伊豆一家との構想。1982年における、久留米市内の高山一家との構想。1983年における、馬場一家との第二次構想及び住吉連合会との構想。そして1986年からおおおよそ1ヶ月半。 続いた山口組との構想が挙げられる。住吉連合会との構想に際しては、組員らが退去して上京した上で、東京都内に潜伏、同時多発吸収寸前というところまでことが進んだ。ものの、まさに毎一発という時点で落着。後に、賛同構想として語られるようになった山口組との構想は、その膨大な発砲回数と死傷者の急増から、 全国的なマスメディアの関心を弱気することにもなった。長年にわたり、組織を率いた松尾誠二郎が2006年に引退を表明。これに際して、大無達氏を本拠地とする村上一家を中心とした勢力が、時期の人事決定に反発し、同人会から脱退した上で、九州誠同会という名の新団体を発足させた。これが構想の起こりであった。 年内に早速本部事務所が AK-47 アサルトライフルによる激しい走車を受け、それから2年間のうちに7名の死者を計上した。誠同会側からの終結の宣言が行われた2008年頃から、しばらくは局所的な抗争事件が発生するに止まっていたものの、やがて再燃し、特に2011年に入ってからは激化が確認されている。 2011年度の目立った関係事案あるいは関係が疑われる事案としては、誠同会系元組長を含む2名が、誠同会本部事務所の試金地で乗車していた、ワゴンごと電柱に衝突失速し、爆発炎上後の車内から手榴弾が発見された事件や、佐賀県伊万里市で、組員が誠同会系幹部を、回転式拳銃で射殺した事件。 佐賀県小城市で組員と疑われる男が、誠同会系組員の居宅を襲った上で視殺した事件。大川市で同人会関係と見られる車と、誠同会系組員らの乗る車とが、いわゆるカーチェイスによる銃撃戦を展開した事件。会長宅が機関銃や手榴弾で武装した誠同会関係者による襲撃を受けた事件などが幅広く報道された。 このような構想状態を背景とし、2012年12月、九州誠道会とともに改正防対法に基づく、特定構想指定暴力団の指定対象となった。2013年6月、九州誠道会との構想集結の旨の宣言書を、福岡県警久留米署へ提出。その後、特定構想指定暴力団の指定は2014年6月26日を、 持って解除された。初代会長は、小外卒議。二代目は、松尾誠二郎。三代目は、大中義久。四代目は、小林哲二。初代会長の小川2009年に74歳で死去。三代目の大中は2007年に、乗用車から降りたところを頭部に銃撃を受けて即死。2019年6月、福岡県公安委員会は、 県暴力団排除条例に基づき会長の小林、哲次、当時63歳に対し、見かじめ料目的などで飲食店などに立ち入らないよう、組員に指示するよう命ずる再発防止命令を出し、命令に従わなければ、6月以下の懲役、または50万円以下の罰金を科すとされた。ありがとうございます。